コールボーイ、コールボーイはイギリスのサラブレッドで1927年のイギリスダービー優勝馬である。本校ではコールボーイと共にコールボーイが勝った第148回ダービーステークス1927年についても詳述する。コールボーイは父ハリーオンの3区としては三頭目となるイギリスダービー馬である。 ロンドンのウエストエンドの小ビジネス界で成功したが、生産し、自らの場所として走らせた。コールボーイは2歳の時にミドルパークステークスに勝ち、3歳の春に2002 0ーで僅差の2着になった後、ダービーで優勝した。その直後に、場所のカーゾンが休止してしまい、コールボーイはそのまま引退することになった。しかし種馬としてはほとんど繁殖能力がないことがわかり、虚勢された。 母のコメディエンヌ、コメディエンヌはバチェラーズダブルが種ボバになって最初の世代の産区でヘンリー・グリーアがアイルランドで生産した馬である。コメディエンヌはフランク・カーゾンが130ギニーで購入し2歳の時に下級戦で4勝を挙げた。繁殖品馬になったコメディエンヌの初語は当歳時に死んでしまい2番ココメディスター、コメディスターは未勝利馬である。 コメディエンヌの3番ココメディキング。コメディキングは、コールボーイの1歳年上で、3歳、ジ、1926年7月にエクリプスステークス期、同年9月のジョッキークラブステークスでは、優勝はフォックスロー、フォックスラウから、頭、ハンバー審査の3着になっている。詳細は、ハリーオン及びハリーオン系を参照。父馬ハリーオンは、第一次世界大戦中。 1914から1918のイギリスで活躍した競争場で戦時中にセントレジャーステークスの代替競争として行われたセプテンバーステークスなど6戦無敗の成績を残タ種ボバになるとすぐに1922年にキャプテンカトルがダービーを勝ち、スタミナにトムシュボバとみなされるようになった。 母のコメディエンヌにハリーオンが当てがわれた1923年の時点でハリーオンの産区で主要な活躍をしたのはキャプテンカトルとタウンガードがいた。タウンガードは1922年の2歳戦でジムクラックステークスなどの重傷をかつ活躍をしていた。コールボーイが誕生した1924年の春にはハリーオンの産区プラック、プラックが1ギニーに優勝ている。 コールボーイを生産、所有したフランク・カーゾーンは、イギリスの俳優、脚本家、プロデューサーである。カーゾーンはやがて、プリムローズコテージ牧場、プリムローズカッテージスタッドを開いて競争場の生産を行うようになり、活躍場を出すようになった。そして彼のサラブレッド生産の集大成となったのが、コールボーイである。1922年から、 カーゾンの馬を預かっているのが、ジョン・ワッツ、ジョン・エベリン・ワッツ調教師である。ワッツ調教師はもともと騎士をしていて、第一次世界大戦前には、ドイツ国立牧場で働いていたともある。ワッツ氏は、対戦中、サフォーク義勇軍に四年間従軍し、戦後ニューマーケットにランズダウンハウス旧車、ランズダウンハウスを開設した。ワッツ氏は後に、マルセル・ブサックの馬を預かるようになり、 外旋門賞を連覇したコリーダを手掛けることになる。コールボーイが1926年の秋にデビューする前、1925年にはハリーオンサンクのコロナックが2歳チャンピオンになった。さらに、年が明けて1926の春にコロナックはダービーを勝った。その直後の6月にはコールボーイのハニアニコメディキングがエクリプスステークスで2着になっている。 コールボーイは、ハリーオン系らしい、大柄のクリゲ馬だった。コールボーイのデビュー戦は7月のジュライステークスで、ザサトラップ、ザセイトラッペとダービー郷のシックル、に次ぐ3着にな。ドンカスタ競馬場のシャンペーンステークスではシックルを捉えることはできたが、デーモン、デーモンに敗れて2着になった。10月になって、ニューマーケット競馬場でリントンステークス、リントンステークス。 ゴハロンイコール約1207メートルで、初勝利を挙げると、1ヶ月後のミドルパークステークスで、シックルを頭さ様かして勝ちした。この世代では、ジュライステークスとリッチモンドステークスを勝った、ザサトラップが、最も高い評価を得た。この年の重要な2歳戦では、ニューステークスとシャンペンステークスをデーモンが勝ち、デューハーストプレートを、マネーメーカー、マネーメーカーが勝っていた。 コールボーイが勝ったミドルパークステークスもイギリスの主要な二歳戦だがコールボーイにとってはシャンペンステークスでデーモンに敗れたのが響き世代のフリーハンデでは5番手の評価に止まった場所のカーゾンの元へは翌年のクラシック候補となったコールボーイを譲ってくれという申し入れが相次いだがカーゾンはこれをすべて跳ねつけた彼にとってはこうした数々のオファーは 彼がまるで有望な二歳馬の価値を正しく理解していないとみなされているのだと侮り取られていると感じるほどだった。コールボーイは三歳になっても春のクラシック前哨戦に全く出なかった。二歳チャンピオンのザサトラップはリタイアしてしまったし、デーモンやマネーメーカーといった二歳児の有力馬も信頼性にいていた。主要な前哨戦は次々と勝ち馬が変わり、 3歳クラシック戦は混戦模様となった。フランク・カーゾーンは世代5番手の低評価に行き通り、コールボーイが3歳になってからの状況をすべて一般公開した。公開状況でコールボーイは半兄のコメディキングと合わせ馬を行い、これに先着してみせた。コメディキングは前年のエクリプス・ステークスでダービーバ・コロナックと争って2着に入った馬である。 この状況を見た人々によって、この年一度も出走していないにもかかわらず、コールボーイは2000ギニーでの人気を高めた。2000ギニーは本命不在の混戦ムードで、どの馬でも勝てそうだと考えた馬種が多くなった結果、出走馬の数は史上2番目に多い23頭になった。コールボーイは本命とはいえ3.5倍止まりだった。コールボーイは 残り400メートルほどからスパートし、コールボーイ、2番人気のシックル、シュケル、人気ウスのアダムズアップル、アダム、エスアップルの3頭の争いになった。ゴール寸前で、シックルがやや遅れ、コールボーイとアダムズアップルが並んだままゴールした。監修の多くは、同着と見たが、離さで、アダムズアップルの勝利と判定された。アダムズアップルの馬券は21倍の番狂わせになった。 この年はダービーも混戦であることは疑いようもなく長いダービーの歴史の中で最もどの馬にも優勝のチャンスがある一戦と報じられている。コールボーイは2000ギニーの後ニューマーケット競馬場の10ハロン約2011メートルのレースを4馬審査で制してダービーへ駒を進めた。ダービーが行われるエプソム競馬場はニューマーケット競馬場よりも起伏が激しく 距離も半マイル長くなる。もともと距離が伸びれば伸びるほど強くなるハリオンサンクだったし、2000ギニーでも僅差の2着だったことが評価を受け、本命になった。とはいえ5倍止まりで、例年に比べると強い支持を集めたわけではなかった。差のない2番人気は5.5倍のホットナイト、ホットナイトだった。ホットナイトは、上海の不動産王、ビクター・サスーン。 の所有馬である3番人気には2002ー優勝馬のアダムズ・アップル、7倍、4番人気は2002ー3着のシックル、8倍だった。直前のチェスターベースを勝って滑り込んできた、ローンナイト、ローンナイトが12.1倍で5番人気だった。ダービーの1週間前に、大西洋単独無着陸飛行を成功させた、チャールズ・リンドバーグが、 ダービーのゲストとして競馬場へやってきたが、そのために競馬場には大観衆が押しかけ、50万人が集まったと伝えられている。コールボーイは終始積極策で戦闘を走り、2分34秒に5のコースレコードで勝った。ホットナイトが2着に入り、3着には人気スのシアンモア、シアンモアが入った。ダービーでは優勝場の場所が、 スタンドからゴールまで降りて行き、相場の手綱を取って、セレモニーをするというのが恒例だったが、この年は、それが難しかった。場所のカーゾーンは、直前に妻と死別したばかりな上、本人も心臓病で歩くことも、ままならなかった。最後は、貴賓席へ登って国王から祝福を受けるのだが、これに、大変な時間を要した。ダービー優勝の翌日、 カーゾンはロンドンで心臓発作を起こし2週間後に死んだ。当時のイギリスの規定では場所が死去するとクラシック登録が失効しセントレジャーステークスには出走できなくなった。コールボーイには世界中から様々なオファーがあったが最終的にはカーゾンのいとこが6万ポンドを出して購入しシュボバにすることになった。しかし間もなく コールボーイには受精能力がほとんどないことが判明し、虚勢された。ただし、完全に受精能力がなかったわけではなく、しつけの後にアメリカへ連れて行かれたヒンバがお馬を出しており、その子孫がアメリカで数代にわたって細々と残った。1961年のイギリス戦ギニー及びイギリスオークスの勝ち馬、スイートそれらが、コールボーイがメス系に入っている。 活躍場である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。